こんにちは、プサルタリー奏者の野瀬のぞみです。私が持っているこの楽器はプサルタリーと言いまして、三角形の木の箱に弦がたくさん貼ってあります。で、皆さんに向かって右側がドレミファソラシドって聞こえたと思うんですけど、ピアノの白い鍵盤、発鍵の音で、左側が、ピアノの黒い鍵盤、黒鍵、つまり半音の音の弦が貼ってあります。それをこんな風にして弓で弾いてます。サルタリーは弾くところにドレミが書いてあるのと、あと弓で弾くのにそんなに力がいらないんで、例えばこんな風にして構えて、なんて自分が知っていてドレミで歌えるようなメロディーであればすぐに弾けるようになる、とっても優しい楽器です。今日はですね、このプサルタリー、すごく賛美歌がよく合いますんで、ゲール地方の賛美歌でブネッサン、キャット・スティーブンスがモーニング・ハズ・ブロークンっていうタイトルで有名にした曲なんですけれど、それを演奏させていただきます。